三代目市川八百蔵の梅を丸、歌舞伎道演教とは、江戸時代の浮世絵師、歌舞伎道とも記される。大正十五年、浮世絵の研究第十七号発表論文をおいて、落合生は、歌舞伎狂言作者の二代目、中村茂助が、歌舞伎道演教であることを交渉した。同論文において、落合は、複数の教科本を挙げ、二代目、中村茂助の配合に、 歌舞伎校、歌舞伎道があることを紹介して、私はこの律、役者二代目、中村茂助をもって、歌舞伎道遠鏡の本名と信ずるものであると結論づけている。この解釈に従うなら、歌舞伎道遠鏡イコール二代目、中村茂助は、寛演二年生まれで、今日は三年九月二十日に55歳で死去したことになる。中村茂助は、 完成6年頃まで役者として舞台に立っており、その後役者番付にその名が見えないので、歌舞伎同園経の作画年代の完成7年から8年の頃と一致する。完成7年や秋から翌年にかけて、当州祭写楽の直後に出て、写楽とよく似た役者絵を描いた。作品は、三代市川八百蔵の梅尾丸、初代市川お梅蔵、重要美術品、二代目、 嵐竜造の金貸し石部近吉、初代中山富三郎など役者へ7点が知られるのみである。しかし、写楽ほどの極端な性格描写はせず上で、いくらか美的感覚中心であると言える。その版画には、印象、版元、商標などは全くなく、経歴もよるべきものはなく、浮世絵類降では、 役者に顔を描いたが、設立であったため半年ほどで世に行われなくなったという。一説にシャラクと同一人物であるという。明治35年の林田まさの売り立て目録には、遠鏡がシャラクの別名だと記載があったという。市販書やインターネット上の記事ではしばしば、1910年にシャラクを表したドイツ人、ユリウスクルトは、 ラクの正体を遠京とする説を発表したといった趣旨の記述が行われているが、同一人物説そのものは先行の説に従ったものであり、クルトのオリジナルの新説ではない。また、クルトは遠京をラクから会合した別名義と考えていたのであり、ラクの中でラクの正体とされているのは、江戸の農薬者、斎藤十郎兵衛である。 また、芸術家の個性的形態本能は、作品中の最も意味の弱い部分に最も純粋な形で現れるという19世紀イタリアの西洋、美術史やモレルリの手法を引用し、耳の描き方の違いや、相互の絵の細部に至る告示から、写楽の第3期看板役者へ11枚は遠鏡が描いたと、する説がある。ありがとうございます。